今回はアマージョやっていきますか。今アマージョね、全体勝率3位まで上がってるんだよな。でなんかね、アマージョユナイト技がね、相手のなんか妨害無効とかのやつにも貫通してね、まあ、捕まえに行けるみたいになったっぽいから、いやまあそれも結構あるんだろうな、勝率高くなってんのな。で、まあ、あとは技構成ね、トロピカルキックと踏みつけでやっていこうかな。でプラスパワー戻すね。で持ち物はね、猛攻ダンベル弱点保険からの、まあ、様子ビスケットでちょっと耐久も上げてねって感じで、まあ、やっていこうかな。まあ、早めに6レベルになっていかんとな。いや、ユナイト技って、ちょっと前の性能忘れちゃったんだけどさ。まあ、妨害無効のやつちゃんと捕まえれるんだったら、まあ、リザードンとかもな、捕まえたりできるしな。なかなか、いいね。まあ、ちょっとここはね、一旦ね、岩パレスくん、なんか言ってるな。ちょっと待って、間に合わなそうだからもういいや。いや、もう間に合わない、あれは。俺もダンベル積みたいからな。あれだったんだよな。そう、猛攻ダンベルちゃんとエオスビスケット積んでいかないとな。序盤じゃないとなかなか、積み機会っつうのはあんまりなくなっていったりするからな。これね、ソーブレイじゃなくて、よしよ。あいつだったらね、多分追い返すと思うんだよ。グレインアルマ、そう。グレインアルマの方がね、カルボーの時代結構、なんか強えからな、もうな。普通にな。待て、いる。これちょっとプラスパワー入りだな。葉っぱカッター打ったけど、なんかあんまり効いてないな。ゲンガーがマジ終わってるんだよな。これちょっと一旦引きてえな、俺。ちょっと引きたいっす。あれ倒せそうだけど。ちょっともう引くわ、これは。これはね、3人来てるから敵が。しかもゲンガーいるからね。ちょっと苦しいんだよな。どうしてもな。しかも人数不利のところでね、ずっと戦うのマジ良くないからな。まあ、ワンチャン勝てたら気持ちいいけどな。ワンチャン勝てたら気持ちいいんだけどさ。ゲンガーいるからな。あんまり。あとまあ6レベルになってからとかに行きたいんだよな。踏みつけとっておいて。ワンチャンやれそうだな。あれな。ワンチャンあるな。まあでも一旦6レベルになったりしてからかな。あとあいつ、こいつだよな。まああと。なかなか今の俺だとちょっとやりに行くの結構きついからな。あぶね、まあ、死ぬのが一番ダメなんで、ちゃんと引いていきたいね。いや、これもう、上捨てていいと思う、もう。一旦、上行っちゃったな、みんな。チェンジしたな。あ、ナイスナイスナイス。一旦、ああいう奴らに助けてもらわないと結構きちいからな。ナイス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 。で、6レベルになってからが本番なんで、2回しか詰めてないんだけどね。でトロピカルキック取っといて、来た、いいね。あと適当に、食べていこうかな。ワンチャン倒せそうだな、ミライドンな。ワンチャンやれそうなんだけど。いや、ミラミなぁ。来た、いいよ。はい、はい。まあ、あいつはちょっと倒しきれんな。まあ、集団戦でどうにかこうにかしていきたいね。なんか取られてたんだな、あれな。そうなんだな。全然下見てなかったんだけどさ。まあ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 。パレスも嫌だな。あいつもな。嫌やな。まあでもこれ上行って、もう下レーン割られちゃったしな。上行ってちょっとなんかキルかまして、こっからキルでなんかいろいろ回収していきたいんだよな。闇闇ちょっと許せんな、あれな。はい。はい、いいね。ちゃんと集団戦やってね。回収しといてね。25とかちょっと決めに行こうかな。せっかくだしな。イヤパレストはね、やっぱね、アマージョ殴り合いたくはないんだよな。イヤパレストはな、あんまりな。ゲンガーがいる。これプラスパー吐いて、はい、はい。いやー、ちょっと、遅くなっちゃうとダメなんだよな。危ない。ちょ、エナジー全部取らないで。困っちゃう。でも、あとは、踏みつけとかで回復もしていけたりするからさ。エナジー全部なくなっちゃったのマジしんどいんだけど、結構。OK。で、そうだな。レジェレキ殴ってもいいんだけど、集団戦したいよな、やっぱりな。レジェレキ殴るべきかもな。そうかもな。殴るのがいいかもしれん。いや、積みてえなー。あとに、この、
時間帯とかな、積みてえな。積めたらいいんだけど、どうせ闇闇とか来るからだるいんだよな。ラストヒット勝負。どうせ来るからな、敵がな。ここでしっかりと。なかなか。で、あと、やっぱり掴んでみる、こうやって。クロスパー入っていいよ。で、はい。で、トップから切り替えて。反射ダメージ痛すぎ。まあ、岩パワー倒したけど。まあ、やっぱみんなが揃ってから殴り始めたいよな。できればな。そうしよう。もう次から。普通に積みに行けばよかったな。積む時間がほんとなくなっていったりするからな。はい、で。ナイスナイス、いいよ。ここにおすそ分け平原地がもらっといてね。ゲンガーそこにいるね。はい、はい、はい。飛んだな。いや、積もう。積みたい欲望に駆られてるから積もう、俺。で、敵ゲンガーな、これは。はい、はい、いいよ。先にゲンガー仕留めておいて、からの、これ4ポイントしっかりと叩き込んで、割って、はい、はい、完璧。で、あとここでしっかりと決めることができれば、猛攻ダンベル。6回なんだけど、これは普通に引いた方がいいな。トリカルキックが入ってるかな。うわ、気持ち悪い。あと1回積みたい。あと1回積まなきゃ俺は気持ち悪くてやってられない。あと1回積まないと、気持ち悪いんだよな。ここまで来たんだったら。でもいいね、アマージョね。ミライドンとか、最後にミライドンでも捕まえるか。最後にな、ミライドンでも捕まえといて。はい、捕まえた。あとね、俺が殴ったりで味方とかも、殴れるらしいんだよな。マジで、お前本当に。プラスパーオンからの、はい、はい、いいね。下行きてえな、俺もな。ちょっとな。20点決めたい。で、20点決めて飛ぶ、俺は。そう決めた、今。飛んで、飛んで、飛んで。飛べないか。まあ、いいや。じゃあ、しゃあないな。じゃあ、仕方ない。ちょっと上行きたかったんだけど、こっから上行こう。これで、もう6回ちゃんと詰めたんで、アマージョ、完全体がね、完成してるわけよな。闇闇がマジ許せねえな。はい。はい。何が漆黒の翼よ、てめえ。何が漆黒の翼だよ、てめえ、おい。はい。くっそ。多分向こうとかに逃げた気がするけどな。許せねえな。翻弄されてるな、闇闇に。闇闇とか相手するだけ無駄なんだけどね。まあ、あとは、また剣が飽きてるな。やだな、それちょっと。飛んでくる？飛んでこないか。落ち着かないとこれやられる、ワンチャンやられるから、一旦落ち着いた方がいいんだよな。ちょっとこれ帰れねえな、あんまりな。はい、完璧。無理やりね。わ、反転術式ありがてえ。でもって、おい、ラッシュしてる。うわ、だるすぎ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 。止めるか、イヤパレス。そして、イヤパレスを止めたくはないんだけど、イヤパレスを止めなければ、ならない。おーい、パチンコされたんだけど。パチンコイヤパレスなぁ。もう、あれは嫌だな。いや、あいつさぁ、タンクなのがね、さらにあれなんだよな。借りずれんだよな。あいつがパチンコするっていう決めて、もう止められない。あいつ硬いから、タンクだから。それが結構ね、厄介なんだよな。あいつのすごい厄介なところだね。ミユ相手の中央荒らしに、いや、ちょ待て待て待て、だるい、それはだるいな。で、目黒がこっち見てない間はいいんだけど、目黒に投げられちゃったら多分100死ぬんだよな、まあ、ピカチュウぐらいだったらほんとしょうもない。何が猫股だよ、てめえ。てめえ、許せねえ、俺は、あいつが。しょうもないことしやがって。人のゴールチェンジ。あ、でも、今回、ピカチュウのユナイトとかね。あれ、止めれたら結構嬉しいかもな。あ、エレキネットで捕まって死ぬかもな、ワンちゃん。結構それが。目黒は目黒で結構大変なんだよな。これ、プラスパー入っちゃって。よしよしよし。うん。自分の、ラストヒットのリーチ伸ばした方がいいな。今50秒まで待つ感じもあったんだけどな。まあわかんねえな、そこら辺はな。
一旦ミュウここやり合ってほしいんだけどな。ここできればここの取り合いをしてほしいんだよな。ミュウワンチャンで取れそうだ。よしよし、よよよよよ、踏みつけとって。え、序盤のアマージュマジ弱いからな。進化しないとあんま強くねえからな。ちょっとね、もうこっからは、今ゴール防衛とかも結構大事だったりするんだけど、もうレベルアップの時間にしていきたい。どうせ敵下に3人集まってるのは見えてるんで、押されたらもうどっちみち止められないんだよな。だったらもう逆に上レーンをがっつり持ってってみたいな話の方がいい気がする。これは行くか、ガンガン行こうぜ。これみんなで行くしかないでしょ、こんなもんで。21しっかりと決めといて、よしよしよし、いい判断。ここガンガンいたのはいい判断じゃない。だって結局このアママイコだっけ、なんだっけ、アママイコじゃないか。今こうちっちゃくて弱いままね、守ってもちょっとしょうもないからな。でさすがにレベルアップしたい。アマージョンになったらちょっと集団戦寄りたいな、せっかくだしな。オッケーオッケー。まあかといって極力味方が戦ってる間に野生狩りとかもあんましたくなくて、夜とかちゃんと寄っていきたいっていう感じはあるんだよな、ちゃんとな。まあレベルアップも大事なんだけどね。はい、まあウェレーンちょっとやられちゃったから、これ一旦あれだな、あきついな。あとでもそれ言ってあげたいけど、待って、すごい勝ってるびっくりなんだけど。ナイス、いいね。じゃあプラスコア吐いて、こいつあと1匹なんで普通にぶん殴っていこうかな。で2ポイントちゃんとつぎ込んどいて、であとはその経験値が欲しい、5ポイントで。これで猛攻ダンベル5回と、素晴らしいね。あと適当に、なんかそれも取れそうだな、なんかな。よし、終わっちゃ、あ、嘘、優しい、ケツマロハスカル、マジで優しい。いや、これで俺も6回積んで最強アマージョの完成よ。でもこれはね、そんな頑張んなくてもいいと思うんだよな。一旦野生狩りする時間作れたと思うんだよな。レジ力まで取れたら嬉しいけど、確かに。嬉しいは嬉しいけど、まあ、どの道レジ力送り込まれたりする感じはあると思うんだよな。で、敵ががっつり来たら、まあ、来てもだな。来ても、ユナイト技から色々、俺もできそうだからな。ジュナイパーとか捕まえてな。はい、捕まえていいよ。プラスパワー吐いていいよ。トルピカクリティック2連打するつもりなかったんだけど、なんか2連打しちゃったな。で、見つけ。よーし、いいね。今回すげーうまくいってる。やっぱ、集団戦大事だよな。人数有利不利見るのは。やっぱ大事だね。ウェレーンが残ってんのは結構奇跡なんだけどね。それは、まあそれはそれで全然いいんだけどさ。ウェレーンはもう潰れるものと思ってたからな。捨てるつもりだったんだけど。なんとかなってるんだよ。はい、はい。ちょっと離れて、様子見かな。まあ、あんまりオーロット深追いしてもな、ただ家庭だけだからな、あいつな。これちょっとあんま戦うの良くないんだよな。そうなんだよな。あんま良くない気がする。もうウェレンはもう捨てていいんじゃねえかな。ウェレン多分4人ぐらい来ると思うな。まあ、下レーン集合でいいと思うな、俺は。で、ゲージ貯めといて、ユナイターさんも溜まってるしな。やっぱ一人で単独で突っ込んだりしてしまうとね、結構しんどくなっちゃうからな。はい、はい、はい。一旦これ、ちょっと一旦、あれ、プラスパー吐いてみて。みたいな、いろいろな。はい、捕まえた。弱っ、強っ。マジか。マジできんじゃん、これ。はい。踏みつけ。いいね。素晴らしい。マジか。本当にできるんだ、あれ。妨害無効状態、がっちり捕まえたね、今ね。熱すぎんだか、それは。はい、はい、で、もう買っといて。しかも、結構、まあ、硬かったな。まあ。ちゃんとね、一回引いてっていうのをやるのは大事だよな。周りしっかり見ていく。また、まあ、本当は相手にイヤパレスとかね、月光河とかエスバとかジュナイパー、今回ジュナイパーよりかラッシュ警戒はもう本当するべき。もうほとんどのやつがね、ラッシュしてきてるイメージだな。あ、それ取ったらマジで完璧だな。あとはしっかりプラスパー吐いて、
まあ、ちょっと一旦あと一回攻撃すればあの技が復活するんで、トロピカルキックでいいかな。はい、でもって一旦これ落ち着きの時間かな。ナイス、いいね。あと一回ユナイト技とか吐けそうなんだけどな。あ、マージョユナイト技たまんの結構早いしな。あと誰が食ってもいいから、まあ、あともうカウンターで、いやこれワンチャン3人で台乗ってたら、おーっと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 、これマジ一番ダメ。いやこれね本当にダメなんよ。これね、これやっちゃうと俺たちレベル高いじゃん、敵のアタッカーが育っちゃうよな、これやっちまうと。これ本当にダメ。これはね一番やっちゃいけないことやったかもな。やったかもな、やったね。これマジやらかしたな。で結局こう人数不利でゴール守れずにね終わっていくんだよな。で敵に逆転の一手を与えてしまうっていう、一番良くない、一番良くないね、マジで。これ気をつけなきゃいけないんだよ、これ。本当にね、集団戦はね、ちゃんとみんなで揃ってからする、に越したことはないってことだな、つまりな。まあ、なんか3対2とかでこっちが3人とかだったら話変わってくるんだけど。まあ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 、いろいろね、難しいからな。人数有利とか。でしか戦っちゃいけない気がするな。人数同数もちょっと場合によっちゃ怪しいんだよな。ほんと場所とかによるからな。人数有利か本当に5人が一番安定すると思うな。あそこにジュナイパーいるからね。はい、捕まえて、ジュナイパー捕まえて、ジュナイパーをぶちのめす。はい、完璧で、はい、でトルピカルキックって、ピカチュウのユナイターみんなで耐えよう。あんま耐えれてないんだよな、結局のところな。ちょっと一旦まずはこの復活時間待ちたいんだよ。一旦ソーブレイズもちょっと一旦引いてほしかったね。一旦素振りするか。真ん中大丈夫？いやね、殴ってる、殴ってるよな。そうだよな。でポジ取りとかもこっち来るかな。まあ、それまずいな、結構まずい。うわはは、機動力足りねえ。やばすぎ。あ、待って、これやらかしたかも。ミユがあと離れちゃったからな、ちょっとまずいぞ、マジでやばい。あー、でもオロットも向こう行くんだったら話変わってきそうだけど、ナイスだけどキャラドス残ってんだよな。でもミユが残って、あ、いいね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 、オッケーオッケー、まだまだあるまだある。これオロットが真ん中やってたらマジでやばかった、本当にやばかった。でこれでみんな多分ユナイトザーなくなったんで、強いってガンガン殴りたいな。ただちょっとオーロットとかマジなんだ、お前ほんとさっきからお前ほんとに倒した倒したね、オッケーナイス。ちょ、ガンガン殴ろうぜ、マジでやばいから。真ん中殴る、月光が来てほしい、月光が来てほしい。月光がもう早いからマジで来てほしい。いや、こっち集合だろ絶対に。いや、もう殴るしかねえよこれもう。はい、あはははは。いや、もう仕方ない、これ。4落ち3落ちしてんだったら中央集まってさ、みんなでやっちゃったが早いよな。まあでも、アマージョのユナイトはめちゃくちゃ強いな。もうヤドラみたいなもんだもんな、これな。これは、まあしかも、その他の性能はちょっとね、まあ、性能不足なところあるかなとか感じたりしてたんだけど、前はね。言うてちゃんと立ち回ったりしたらな、あれだもんな。なんか簡単に試合ぶち壊せるってみたいな感じじゃない、お手軽効果力みたいな感じじゃないけどさ。まあ、でも、このユナイト技の性能と、な、この普通の技の性能だったらな、もうクソ強いよな。ちょっと俺も経験値欲しかったんだけど、積みたかったんだけど、積めてないんだよな。もう仕方ない、これはもう。どっかで積みに行くわ。あ、先こっちじゃない。あー、じゃあいいや。ラストヒット全部こいつ食うつもりでやってる気がするわ。敵いなくね、なんかいるんかな俺。マックスモリン隠しといて、いったん、いるいるいる、めちゃくちゃめちゃくちゃいる、めちゃくちゃいたわ。3人だからな、まあ、ちょっと引き気味とかが一番いい気がするな。で俺もちょっと経験値がっつりっていうか、もうあの早くアマージョンにならないとマジでやべえから、こっちもこっちもこっちで
確かに。ナイスいいよ。で、まあ、あんまりがっつりやり合って死なないようにな。やっていくのが一番いいね。で、がっつり食っていって、やっていこう。エゴだな、俺たち。エゴイストプレイしてるね。で、真ん中の、先にこっち。あ、でも先にこっちを食うのは結構大事だ。大丈夫。食えんかったか。仕方ないね、それは。でマジでアマージュになんないと本当にやばいんだよな。ずっとあの足引っ張ったままになっちゃうからな。注目もうほんともうやめて。だるい、だるいからやめて。そういうの本当にこっちもアマージュになんないってマジやべえからな。先にこっちでいいかな。どうせあれだしな、わかんなかったしな。でこれちょっとみんなで挟めたらだいぶあちいんで、挟みに来てんだけど、厳しいんだったら、ルカリオとかやった方がいいかな。うん、こうやってな。オッケー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 。トルクからキック選んどいて、倒し行ってあげたいけど、一旦素振りし、かな一旦素振りかな。あ、行ってもいいな、じゃあ。ちょっと人数有利だぞっていうのをね、見せといてね。しっかりね。まあ、しっかり経験値結構食ったけど、ちゃんと、ちゃんとな、働いてるからな。でもどうしよっかな、これな。もうほんと一人で殴るの、大変だしな。これは、これ下レーンとかに行ってなんか、集団戦やりに行く、しっかり。あー、いやまあでもな、でもだな、なんかな、この時間帯ってみんな揃うとかあんまなさそうだから、もうなんか、レベル上げの時間にした方がなんか間違いない気がすんな。サレン行っても2対3とかなっちゃうしな。まあ、だったら、まあ、一緒にソーブレイズ殴るのが一番いいんだろうけど、まあ、ユナイト技とかも欲しいしな。で、まあ、ソーブレイズが到着するタイミングとかで一緒に行けるようになったらいいんじゃねえかな。で、がっつり押せたらな。で、行こうぜ。それで行こう。そのプランで行こう。まあ、ここはちょっと人数かけてもいいかもな。ラスコア吐いて。で、はい、はい、はい、完璧。で、ここしっかりと、何機動力が高い。で、これ、何人いる ?4 人ぐらいいるでしょ。これもう、離脱。無理。無理、離脱。みんなが来るタイミングで、行きたいね。行ったらね。カビゴンが突っ込んでやすいタイミングで。ナイス、いいよ。当たったっちゃ当たったんだけど。はい、ナイス、いいね。助かった。で、ユナイト技覚えといて、ブラッキーにユナイト吐くのなんかちげえよな。なんか違うね。はい。やっと一回詰めた。位置詰みだとね、誰もしたいかね。オブジェクトも置いてきた、うちに。うちに、うちにオブジェクト置いてきたかもしれん。もう。来るとか言った。で、はい、はい、はい。ブラッキー来てんだよな、ちょっとな。ナイスいいね。で、月光があそこいて、これでも引きてえな。これ引きてえな。俺は下ないようにしとこう。ここはちょっと引きてえ。月光、あー、ナイスカビゴン。ここはちょっとちゃんと引きてえな。で、レジエレキをね、ちゃんとね、取りに行こうか。ちょっと、正直自覚はある。オブジェクト戦をサボってる。オブジェクト戦っていうか、オブジェクトを殴るのをサボってる自覚はある。だから、ここはちょっとちゃんと、でも5人で集まれたら殴りたいね。5人で集まれるんだったら殴りてえよ。だって、だって殴りてえよな。はい、はい、はい、完璧。で、殴っといて、プラスパーを打っといて、2連切ると。まあ、ここはしっかりさすがに殴る。さすがに殴っていこう。で、まあオブジェクト殴らずにフラフラしてるわけじゃないからな。まあ、集団戦になるだけ寄ろうとして、寄ってるからな。で、これね、撤退の方がいいと思う。ソーブレーズ来てないから、ここはしっかり撤退した方が絶対いいんだよな。ドライトちょっと、普通に4対5とかで、まあ、死んじまいそうだからな。ここもしっかりとこっちが殴ってもいいんで。ユナイト吐きてえな、ワンチャンな。
月光がいるんだ向こうに。はい、捕まえた。お前じゃ、何捕まえたの俺。俺何捕まえたのねえ、これ。俺今何を捕まされてたんだろうな。わかんねえな。いや、まあでも、結構いい感じに、ボコボコにできた。いや、でもアマージョも、本当にバンギラスとかと同じで、こいつは、何が何でも6レベルなるの優先したら良さそうな気がするな。ゴールなんか無理に守る。無理になんかゴールダラダラ守るとかの時間帯は、あんまこいつは良くない気がするな。ナイス。いいね。